また東海大学グラデーションが引いた幻想的な作品に、ちなみに冷たい というわけで本日はですね、暑い、はい、もうしんどいですね。朝ね、洗濯して暑いし、お風呂に入れても暑いし、トイレに行ってもらうのも暑いし、暑い。もうね、扇風機もうちにはもう何台も、もう5台ぐらいあるんですかね。エアコンをね、こう循環するために、扇風機いっぱいあるんですけども、おじいちゃんはね、涼しいところにいつもいるんですけど、もうちょっと買い物に出ただけで、ちょっと洗濯しただけで、まあ暑い。お風呂入れる時もね、服着てやるんで、滑らないようにね、それであっちっちでございます。というわけで今日はですね、最後になりますので、本気でそうめんを作ろうと思います。はい、暑いです。もう早速作りたいと思います。はい、はい、本日のお昼ご飯はこちらでございます。そうめん、プチトマト、きゅうり、錦糸卵、ゆで卵、焼肉のタレで炒めた鶏肉、これ全部手作りです。で、一番おいしいと言われているこの唐船峡の唐船峡かのめんつゆ、そしてオリジナル、海苔白だしつゆ、ちょっと温かい味噌汁の代わりでもございます。食べていきましょう。はい、それではいただきます。はい、いただきます。シュエスキが作っていた昼ご飯です。続いてはSNS で話題になっているこちらのやばい、これは。じゃあそれ味噌汁じゃない、それまた別のつゆ、つゆを2個作りましたので。それがつゆ、麺つゆ、これをつけて食べるの、これ飲まない、飲んじゃダメ。で、待って、左手出してごらん、で、持ってごらん。そうお味はどうよ。うまい。よかった。日本一のめんつゆなんだよ。よく冷えた。よく冷えたろ。こっちで食べてもらうんじゃん。あったかい方で。冷たいのもうまいんだよな。冷たいのもうまいけど、あったかいのも試してごらんつうの。どうよ。冷たい方がうまい。はい、やめましょう。はい。終わりです。このスープは終わりで最後注意してください。まあお味噌汁でも飲めるからね、これね。うまいよ。うん。ありがとうね。
塩とかなさる。うまうわ、確かに似合いますね。あ、いいこれもね。あ、かっこいい。いや似合いますね。お腹いっぱいだな。いっぱい、うん、どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。おつゆすごくうまい。美味しいな、これな。喜んでもらえてよかった。これはいいよ。で、これ、神さんの。で、これ2回もしないでいいよ。皆さんこんにちは、アーシナスというわけで、本日は7月31日、7月ラスト、つまり、こちらのチャンネルで、動画を更新するのがラストとなりますね。まあ、おじいちゃんの動画だけですけども、おばのね、チャンネルの方、登録よろしくお願いいたします。